通じてベトナムの伝統文化をお伝えしたいと思っています。それでは羽代の皆さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。ベトナムから参りました羽代です。皆様はベトナムの水上人形劇に見たことがあるでしょうか。穏やかな音楽に合わせ、演者は垂れ幕の後ろ、腰のあたりまで水を使った状態で、長い棒と糸で人形を動かしているのです。今年度、よさこいを通じて表現し、演者の心を音楽、そして振り付けで皆様にお伝えいたします。羽代2019年、水魂、どうぞお楽しみに。よろしくお願いいたします。chúng tôi ra đây có phải xưng danh